乾杯。岡崎八丁味噌出世マン。出世しそうですかねこれ。味噌感あるね。リボルバーガー。あ、うまうまい。だからさっきやったのハンバーグ。あまおうですね。絶対うまいや。絶対うまい。やばい。ずっと飲み続けるそうです。前回に引き続き岡崎公園ですが、今日は何でしょうか。今日はですね、どうする岡崎グルメフェスっていうことでね、はい、引き続きのっかり企画で、今日はねイベントがあるんですよね。これ市を挙げてね乗っかってるわけですね。はい、ちょっとご覧ください。ね、こんな感じでテントがテントがいっぱいね、はい、出てますよね。今日はこれをね食べ尽くしていきたいと思います。大変ですね。それでは行きまーしょい。まずはこちら。乾杯。あ、いいですね。めっちゃうまいですね。野外イベントにねビールは欠かせないですね。今日はここからスタートです。岡崎八丁味噌出世マンだそうです。出世するんですかね。出世しそうですかねこれ。けどこのねもちもちのふわふわのこのね、マンがいい感じです、ね、中身がだから八丁味噌が入ってる、ね、そういうことでしょうね、うんうんうん、ちょっと食べてみますか。いきますか。いただきます。あ、確かに普通の肉まんよりちょっと味濃くて味噌っぽい感じしますね。うん、味噌感あるね、うん、なんだろうこれ、なんか食べたことあるような味なんだ、うんうんうん、麻婆豆腐とかの中身の味、うん、あ、はいはいはい、うん、なんかこう八角、はいはい、なんかこう中華のやっぱ香りしますよね、うんうん、やっぱ中華屋さんが作っとるもんね、うん、そういうのが効くんですかね。当然もうビールにはぴったりです ね、うん、あ、いいね、うん、なんかスタートこれでよかった、うん、なんか持ち歩きにも ねいい感じですよ。もう前菜って感じで、うんうん、食べ歩きにぴったりですね。次はこちら。こちら岡崎八丁味噌牛すじ煮っていうことでね、こんな感じ、結構ねトロトロって感じですよ。これなんかいい匂いしますね。もう完全に味噌の香りがねします。早速いただきますかね。牛すじがこんな感じ、ね、結構ね贅沢にゴロゴロ入ってますね、うん、ネギとかね、うん、これうまいね。うまい、柔らかい、うん、これもスパイスの感じしますよ、うん、クローブっぽいような、うん、そうですね、うん、さっきのやつとはまたちょっと違う感じ、うんうんうん、やっぱり中華屋さんだから上手なんですかね、うん、八角とかだからクローブとかそういう感じのものですよね、うんうん、完全につまみですからね。これずっと酒飲めるんじゃないですか。あ、牛すじちょっと気に入っちゃったけど、ね、いいですね俺、うん、前回ね公園グルメやったじゃないですか、はい、こんにゃくしか食ってないです。そう、あの時ね牛すじがなかった。そうですね、はい、ね、これで、ね、食べたかったんですけど、ね、今回このイベントでねやっぱ牛すじ来てくれて、ね、よかったね、うんうん、なんか名古屋飯って感じですよね、うん、あ、これはいいわ、うん、ね、まあ、今回イベントですけどこの公園内のお店で牛すじなんかあるんですよね。ある時はあるみたいな。私たち行った時はなかったなかったです。残念でしたね。そうですね、これはすごく美味しいですね。本当美味しい。こちらの牛すじ煮はやっぱりお酒にぴったりですね、うんうん、最高です。次はこちら。こちら岡崎黄飯の炭火焼き、すごいですね。岡崎黄飯っていう鶏が岡崎の鶏なんですね。ブランド鶏なんですよね。ですよね。で結構このフェスでもやたらと押してくる。そうですね、何にでも入ってるって感じです、ね、全部この鳥なんですよ ね、 ですね。黄飯尽くし、そんなにうまいのか。ちょっと食べてみましょうね、はいはい、いただきます。あ、炭火の香りする。割としっかりしたお肉ですね、うん、噛み応えありますね。ね、
うん、脂っぽい感じない、うん、あでも美味しい、うん、割とね僕こういう脂身が少ないなんかこう胸っぽい感じの肉好きなんですけどね、はいはいはい、あこれ美味しいね、うん、美味しいです。あの居酒屋で流行りましたよね一時こういうタイプの、うんうん、真っ黒に炭で ね、 そうですね、うん、炭で真っ黒になってる感じ、うんうんうん、まあこれ100円ですからね簡単 な、 なんていうかおつまみっていう感じで、うん、まあ合わせてね今回は白ワイン、もう何でもいっちゃおう、何でもいっちゃいますね。ああ合いますよ、いいね、いいですね、うん、あワインと鶏はいいですよ ね、 ね合いますよね、いいですね、これはいいわ。まあ僕ら食べに来てるのか飲みに来てるのかとかありますからね、まあまあ基本的に飲むために食べてるのはありますからね、いつも。これうまいですね、これ食べて飲む、うん、なんていいイベントなんだですね、うん、100円で味わえる、うん、あおめ、また天気にも恵まれてね、うん、いいですよね。岡崎の地鶏試してみてください。次はこちらです。こちら八丁味噌の串カツシリーズっていう感じなんですけどね、はい、何が入ってるんですかこれ。こちらですね、これがマグロ、珍しいですねマグロ、はい、でこれが岡崎の大飯ですね、はい、得意のね、はい、でこちらが豚ですね普通のスタンダードです、ね、はい、で最後がエビと、あいいですね、ということでね4種類いただきたいと思います、はい、全部味噌カツです。私ねマグロをいただきますよ、珍しいですよねマグロって、珍しいよねどうですか。あマグロだ、普通のマグロ、マグロカツ、マグロカツ、うん味噌味合います、うん合います合います。あどうですか。私もこれ得意のさっきね炭火焼きで食べましたけど、今度味噌カツということで大飯です。こんな感じですけど普通にうまいっすねまあチキンカツってことですね、うん、これはねだから炭火焼きとも全然味違います、うん、だけど大飯かどうかは分かんない、うんね、鶏肉、鶏ですからね、うまいっす。今回は日本酒ですね、これ花の舞っていうの浜松のお酒なんですよ。乗っかってますね酒も、浜松もちょっとあのなんかね盛り上がってるみたいなんで、浜松にもあのどうする家康ドラマ化みたいなね、うんうんうん、できてますからなかなかいいんじゃないですか。おあクリア、クリアな味、味噌と合いますね。合いますよね、やっぱりなんか和食ですから、そうですよね、うん、これね花の舞ってね純米吟醸ってことですけどね、うん、これなんか海外向けのラベルみたいですよ。あーなるほど、うん、家康さんこれ飲んだんですかね。まあ多分飲んでないと思います美味しいですよね、美味しい美味しい、このお酒飲んでます今。スタンダードなね豚いただきますよ、はい、まあ味噌カツですね、うん、どうすか、うん、定番のよくあるやつよくあるやつ、うん、私ね珍しいと思いましたこれ。エビも味噌は珍しいですね。ね、行ってみますね。エビはいいね、うん、濃い味噌味に間違いない、いいですね、うんうん、さっきのワインも良かったけど日本酒もいいですね。味噌合いますね、合う、いいよ本当いい、やっぱなんか分かってますね、うんうん、その和食の人って、うんうん、ね、まあ、こちらね定番の名古屋飯ですけど、さすが岡崎の八丁味噌って感じですね、うん、またね珍しい具があって面白いですよ。次はこちら岡崎の大和スーパーさんで有名になったサンドイッチなんですけどね、はいはい、こちらはね、だし巻き卵って、はいはい、からし入りってからし、なんか結構分厚いね、卵焼きが、美味しそうですよね、まあ、どんな味するんでしょうかね、はい、いただきます。あ、うまっ、めっちゃうまいこれ、うん、からしマヨ、ちょうどいい、うん、こんなうまいの、こんなうまいんだ、正直すげえ舐めてましたよめっちゃうまいじゃんこれ、うん、すげえ、なんか完璧なんだよね、からしの感じもちょうどいいですよね、うん、
マジでうまい。でも私たちはさらに黒ビールですよ今回、うん、コーヒーじゃないですね、うん、黒ビールと合わせましょう、うん、あー合う合う、うん、うまい、うん、もともとパンと黒ビール合いますもんね。合いますよね、うん、なんか私たちのこのねこのペアリングもまた絶妙ですけど ですね、うん、でもねこれ美味しいですね。美味しいです、うん、まだ他の種類もあるのでねどんどん紹介していきますよ。次は酢の輝きっていうみかんですね。まあここのスーパーさんはフルーツサンドで有名になったんですよね。そうですね、うんうん、いきなりね卵からやって申し訳なかったですけど、ね本当はこっちが主流ですよ、ね、そうですね。酢の輝きっていうのは九州のみかんだそうで、めっちゃうまそうですよ、ね、これすごい立派ですよね。早速いただきましょうか、はいはい、生クリームがうまい生クリームが甘いからフルーツが甘くないと酸っぱく感じるんだけど、うん、やっぱりみかんの糖度が高いから、うん、みかんも甘いですね。ですね。なんかねこの香りがねアルコールっぽい香りがするって特徴らしいですけど、うん、すごい美味しいですね。生クリームに負けてない甘さですね。そうそうそう、あ美味しいわ。美味しい、さすが、うん、やっぱりね八百屋さんが作ってるだけありますね有名になっただけありますね、うんうんうん、まあ、いろんなねフルーツサンドありますけどここだけでは有名ですもんね。そうですね、うんうん、まあ、当然ね我々は こういう話になっちゃうんですけどまあそうですね、まあフルーツサンドが食べたいのか酒が飲みたいのか分かんないですけど、でもねいいんですよこれ。合うんです ね、うんうん、こういう遊び方もあるんだよね。ですね、うん、ね、まあ見てらっしゃるねあのお酒好きの方たち、こういう遊び方もあるんですよね。フェス行ったら酒を飲むのねこれうまいっすねこれ、はい、次はあまおうですね。まあど定番ですけど、はい、これも絶対うまいやつ。絶対うまいやつね。絶対うまいやつです、はい、いちごがすごい入ってますから。でかいっすねやっぱり、はい、じゃあまあ絶対美味しいですけどいただきます、はい、うん、うん、ま、甘い、うん、本当に絵面的には一番おじさんに似合わないですね。でもうまいんすよ。うまいですね。今年はねいちごがすげえ高いんですよね。確かに、うん、だからあのいい直政スペシャルパフェもね、いちごすごかったですよ ねあれ、うん、確かに一問高かったと思う。うん、ですよね。でも美味しかったと、うん、毎年ね実は私あのいちご狩り行くんですけど今年は行ってないんだよ、高いからっつってあの狩り行くタイプなんですよ狩り行くタイプなんですよ、うん、私行かないタイプそんなに食えないよ狩り取ってまでいらないんだよ、ね、はい、でもうまいしね。うまいです。まあビールいっちゃいますからね、はい、またこの黒ビールっていうのはやっぱフルーツ合いますね、甘いものに、ね、うん、ね、いいな、こう苦みがいい、うん、で甘い、うまい、苦い、苦い、甘い、苦い、はい、でずっと飲み続けるわけですね。そうですね、普段あんま飲まないから黒ビール。そう、なんかバーとかでは時々、ね、うん、いただきますけど意外と黒ビールって飲む機会少ないですね。そうですね、うん、でもフルーツには合う、合います。岡崎、うん、のね八丁味噌もいいですけどもフルーツサンドも忘れずに。次はこちらです。岡崎カレーパンっていうことですけどね、地元の会社ね、サンクレールっていう会社のカレーパン、うん、パン屋さんがあるですね。そうですね、そういう、うんうん、こ中身こんな感じですけど、うん、岡崎の食材にこだわってるということで、うん、またもやね岡崎黄飯とか八丁味噌こういうものが使われてるカレーってことですね、はい、ちょっと楽しいですよ ね、 ですね、まあ、ここにねわけのわからないおこざいもんがいますけどね、まあ、何でもこういうことなんでしょうね。そうですね。早速いただきますかね。はい、いただきます。あ、生地がもちもち、うん、すげえもちもち、うん、へえ、うまなんか生地甘いですね、うんうん、なんっぽい感じありますよね、うんうん、これ岡崎市民じゃないですけど人気のパン屋さんなんですかね。そうなんじゃないですかね。美味しいね。美味しいですね。あらまーって言ってますけどね、ママもカレーパン買いに行くのまあまあ言ってますけどママカレーパン忙しい
まあ、揚げ物ですからね、カレーパンって言ってもビール、ね、揚げ物ですからビールはいいです。またビールで戻っちゃうんですけど、あ、フルーティー、あ、いいね、いい、このビールがうまい、うまいですねうまいですね揚げ物とビールですからね、間違いないです。カレーパン、ビール、カレーパン、ビール、ね、そんな感じです、うん、さっきからずっとこんな感じですけどだんだん酔っ払ってきましたけど、はい、うまいですね。うまいですね。僕でカレーパン結構好きなんで、もともと結構好きなんです。結構食べるタイプ、結構食べる派です。でもね、私は食べる派じゃないですけど、はい、衣がね、薄い、そうですね、だから油っぽくないんですよ ね、 そうですね、これ、うん、美味しいですね、うん、サンクレールさん、他のパンも美味しそうですよね、うんうん、なんか、ね、カレーパン美味しいって言うとね、うんうんうん、楽しみですよね。楽しみです。見かけたらね、ちょっと行ってみたいですよ。こちらサンクレールさん、同じ店ですけどね、はいはい、今度はカレーコロッケ、カレーコロッケですね、これもちょっと行ってみましょう、ね、はい、行ってみます。あ、うまい。あ、かなり練ってある感じですね。これはうまいですね、うん、水分がちょっと少なめのカレーコロッケ、うんうん、ね、油っぽくないし、なんかカレー感もちゃんとありますね。あ、すごいある。あ、うまいこれ、いや、僕は完全にこれ、そうですね、これですよ、うん、めちゃ合う、めっちゃ合いますね。あれ、めちゃ合うぞビール、コロッケ、うん、これセットですか、これ。これセットじゃないとダメです昼間から酔っ払っちゃいますね。酔っ払っちゃう。オブラツカレーコロッケって書いてありますけど、これまたね、ザエモンがザエモンが出てますけど、まあ、岡崎なのですか。はい、これは岡崎館はどこにあるのかわかんないです、うん、ないね。でも普通にうまい、うまい、まあ、いいですね、これが。そう、サンクレールが強いってことですね。サンクレールさん、コロッケ屋さん出さんかね岡崎市内にあるんでしょうね。何でもあるんだよ ね、 そうですね、よく知りませんけど、うんうん、うまいっす ね、 ですね。またなんかいい子、いいことを知れました、ね、知っちゃった感じありましたね、うんうん、酒に合うパン、うん、パンっていうかコロッケ、コロッケうまいっすね、うん、岡崎のサンクレールさんのカレーコロッケとカレーパン、すっごいおすすめです。最高でした。次はこちら、こちらリボルバーガー。リボルバーガーってお店のリボルバーガーです。そうです、岡崎にあるお店みたいなんですけども、ね、はい、実は今日は家康バーガーと竹千代バーガーと、これがお店のリボルバーガー、看板メニュー、看板メニュー、うん、リボルバーガーね、はいはい、まあ1000円ちょっとなんですけど、はい、だからこれが一番間違いないバーガーなんじゃないですか ね、まあ、そうですね、お店の名前を冠してるわけですからね、うん、これも本当にね、美味しそうですよ、うん、これトマトも玉ねぎもね、これ和牛なんですよね。そうですよね、和牛のハンバーガーってことなんで、やっぱりファーストフードよりも高級な、うん、ですね、まあ値段もね全然違いますよ ね、 すよね、うん、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これ。すげえ肉感がすごいですね。早速いただきます。食べてみますか。はい、うん、あ、うまっ、うまい。やっぱパティが、うんうん、ちゃんと、もうハンバーグですね、うん、またトマトと玉ねぎがね、うん、バランスもいいですね、うん、脂っこくないっていうか、うんうん、胃もたれしにくい感じありますよね、うんうん、ファーストフードのハンバーガーとは全然違う、うん、一味も二味も違いますね。美味しいですね、まあ、分厚さも全然違いますからね、うん、意外とヘビーに見えるんですけど、あっさりしてますね、うん、そうですね。で、まあ当然ね、お肉ですから和牛なんでね、赤で赤はどんだけ飲むの、何種類飲むんですか、本当にどんだけ飲むんだという話ですけど、合う、うん、いいですね。マクドナルドで赤ワイン飲みませんからねさすが和牛、食べ応えのあるハンバーガーです。最後はこれだ。こちら岡崎混ぜ麺っていうことでね、ほうほう、どこのお店なんですか。だから名古屋にある和田屋さんっていうね、はいはい、お店の混ぜ麺らしいんですけど、はいはい、なんとも言えないね、独特な香りがします。なんか匂いが独特ですよね、うんうん、油の匂いですかね、混ぜ麺ですから、
ってみますか。行ってみますかね。なんか麺太くないですか。これうどんですよね。もうね、ラーメンじゃないですね。じゃあ行きましょうか。はい、うん、本当だ、うまいですけど、うん、うどんだ、うどんですよね、うん、もう鰹節のね香りはいいですけど、うん、へえ、こういうもんあんまり私混ぜ麺とか普段食べないんですよね、うん、なんか初めての感覚。どっちかっていうと和ですかね。和風ですね、うん、うまいですねこれ、うん、この香りは何なんですかね。何なんでしょうね。ちょっと独特な、うんうん、出汁の香りなのか、うん、油の香りなのか、まあ、出汁の香りも入ってますよね、うん、まあ、チャーシューも美味しいし、そうですね、なんか立派なのが入ってますね。もやしもシャキシャキなんですけど、うん、で、私は、うん、白ワインで、ね、ラストは締めって言いながら飲むんですね。飲むんですけど、あだつくんは赤でいくんですね、はい、美味しいですね、うん、まだ締めちゃいけないんですかね。まあなんかやっぱ味も濃いから、うん、結局そのなんか欲しいですもんね。飲みながら食べれる感じですよね、うん、正直印象と違って美味しいですね。美味しいですね。もっとねなんかコテコテでくどいかなと思ったんですよ、うんうん、まあ、そういうもんですよね。結構我々結構脂っこいのもう無理じゃないですか。はい、ね、持たれますよね。でもこれは割といいですね、うん、本当は名古屋混ぜ麺ですけど今日は岡崎混ぜ麺、まあ、そんな日もありますよ。一通り食べましたけど、はい、まあ、いつもの振り返り、はい、ここでやっていきましょうかね。それでは3、2、1、GO! なつくんグルメフェスってことね。まあ、私はどうもしないですけど今日一日やってきましたけど、はい、どうですか。かなりね岡崎のこのフェスを堪能しましたね。食べ尽くしたって感じがしますね。まあいっぱいまだテント出てますけどね、はい、結構黄飯推しも強かったし、ね、まあ、八丁味噌も ね, ですね来てましたけど、味噌黄飯味噌黄飯、通常の岡崎公園のメニューよりはいろいろですね、ありましたね、はい、昨日と今日のね、うん、2日間しかないフェスなんで、うん、まあ、実際これを食べていただくことはできないんですけども、うん、岡崎市内にあるお店が出てたんでね。そうですね、通常でもね食べれるってことですよね。うん、結構その PR になってるのかなって感じしますね。さすが、まあ岡崎の観光の組合っていうんですか、はいはい、結構力入ってますね。そうですね、力入ってます、うん、で実際食べてもね美味しかったですもんね。本当美味しかったです、うん、結構満足のグルメフェスだったんじゃ。なかなかね岡崎を食べ尽くしたいいフェスって感じですね、うん、意外と岡崎のこと舐めてましたけどいろいろあるんです ね, ですね、うん、こうやって集まるとね。そうですね、うん、普段はもう通過するだけの感じ、はい、なんか知らないお店も知れたんで、うん、なんか勉強にもなったし良かったですね。で2回連続でどうする家康さんにだいぶ乗っかっちゃいましたけども、本当におんぶに抱っこな2回でした ね、はい、この動画が参考になった方はチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは